さあ、皆さん、こんにちは。うるっせえよ。こんにちは、皆さん。ホタテです。ということでね、今回は、前回に続いて、そのまま続けて、録画しているので、今回また、パート12を始めていこうと思います。はい、前回ね、こいつの目の前に出てきたということで、まだ、話しかけてないですが、今回はね、こいつには、わかったからこいつに話しかけたいと思います。さて、ピーコピコ？はい。ソーキーズ、よーくここまで来たわねトゲキッス、痛そう。口痛くなりそう。君は、スカイガーデンを目指すのは、みんなのため？それとも自分のため？まあ、みんなのためではあるけど、自分のためでもあるけど。私の成熟をクリアしたら、はい、言葉を教えてあげるわ。うん。アスレチックに挑戦してみる？はい、挑戦してみましょう。アスレチックだろ？むずそう。それじゃ始まるわね。ひぃ。これは、とって言ってジャンプしてこいつを乗り越えてドゥー。オッケー。ほっでとっとでとー。オッケー。おー、できた。ちょっとできるかどうか心配だった。君はスカイガーデンを目指すのはみんなのためでもあり自分のためでもありなよね。俺が言ったことや。すげえな。クリアおめでとう。約束の通り教えてあげる。合言葉はピースよ。マジかよ。これ三つ目の言葉アンドかもしれないよ。ちょっと、君も平和を愛するなら私と友達になりましょう。友達になろう。ラブ&ピース。三つ目の合言葉はケイブゾーンもカビゴンが知ってるわ。ケイブゾーン、合言葉ピースを覚えた。カビゴン、ケイブゾーン。あー、そっち行かなきゃいけないのか。了解了解。じゃあケイブゾーンに行かなきゃいけないんだね、今回。ということ、あっちはいけないの？ちなみに、ちょっとなんかあっちに、あっちになんかセーブライオンズみたいなやついるけど、違うな。とりあえずはですね、じゃあ、ケイブゾーンに行かなきゃいけないんだね。わかりました。ケイブゾーンに。では、三つ目の合言葉、アンドだったらすげえな、これ。ゴンドラに乗る。さあ、ケイブゾーンに行きましょうか。こいつらはもう、おっと？イブイ！まだ話しかけてな、まだ友達じゃないよね。よく来たね。気をつけて進んでね。あれ、最初からいたのか、こいつ。話しかけてなかったな。僕と力比べしたいんだね。追いかけっこしよう。しましょう、イーブイ君と。イーブイ君、ちゃん、押すかな。よし、追いかけてきてね。こいつはエロ画像スレで見たことあるな。はい。ということで、追いかけっこ。今日もあんまり追いかけっこしてない気がするな。オッケー。という、楽だったな、イーブイ。イーブイ、負けちゃった。これで僕たちは友達。僕もいろんなゾーンに行ってみたいな。アトラクションには呼んでね。ピカー、イーブイと友達になった。サンダースが様子を見に来た。バーニー・サンダースですか。おー、なるほど。
ここら辺も、これ遺跡のところも民主的社会主義にしちゃうんだね。はい。ということで、通道院の広場に行きましょう。あら、口、また会えたわね。君に言いたいことがあるの。どうもありがとう。やっと言えた。かわいい、クチートちゃん、かわいい。君のおかげでケイブゾーンはとても素敵になった。君の笑顔大好きよ。気に入られちゃったよ。また遊びに来てね。かわいい、クチートと友達になった。やった、よっしゃ。クチートあれなんだよな。ちょっと、後ろにあれがあるからバックができないのが大変だな。バックでしようとするとあれが当たって痛くなっちゃうな。後ろの口みたいなやつが。くーん。じゃーん。合言葉ということは、君、ストーンゾーンまで進んだんだね。君、僕のことあちこちで寝てばっかりの、デカダンなやつって思ってたでしょ？なんだデカダンって。実はこう見えて僕ね、君を試してたんだよ。それ後付けの言い訳だろ、ただの。大丈夫。君は合格。パークのみんなにいつも一生懸命だもん。君。教えてあげる合言葉はレインボーだよ。なんと。合言葉レインボーを覚えた。カビゴンと友達になった。ああ。ラブとピースとレインボー。結局は LGBT なんだな、テーマは。このゲームの。結局は LGBT なんだな。オッケー。ということで、え、なんだお前、お、え、なんだこいつなんだ。シャシシ、沢村、マグマゾーンでエビワラーとバトルするつもりだが、うん。ちょっと温泉に寄り道するかな。うん。どうだ、バトルしないか。温泉でバトルやりますか。嬉しいぞ。早速始めよう。新しいポケモンがどんどん出てくんだね。オッケー。ちょっと強そうだけど、投げる系は、な、あ、とっ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 と、わかった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 から。あ、とっとっと、わかったわかったわかった。こいつ攻撃結構弱いから、一回食らってからアイアントール返すみたいなことをすれば楽だね。うん、なかなか才能がありそうだ。困った時は俺を呼ぶよ。またな。沢村と友達になった。オッケー。お前、え？な、な、お、マネマネ、おー、マネマネ、マネマネ、会えて嬉しいな。君のことを真似しようと思っていろいろ調べてるんだ。俺のこと？友達になったよ。マネネと友達になった。君のこと、いろいろ調べてるよ。あれ、LGBT フレンドだ。知りたいことある？何を知りたい？おー、いろいろあるな。アトラクション。君は今まで15回アトラクションで遊んだよ。15回。はぁ。お気に入り。
君はアトラクションならモジャンバのスイングレースを一番遊んでるね。2回とかじゃないのそれでも。オッケー。力比べ。君はこれまで力比べを120に返したよ。そんなにしたんだ。そのうちどれくらい勝ったってのも知りたいんだけどな。115回ぐらいかな。113ぐらいかな。頑張り。君はこれまでの力比べに 91% の割合で勝ってるよ。91か。あれ 9% も負けてるっけ。まあそっか、追いかけっことか全部含めると。じゃあ、木の実。君の今までに取った木の実は7060個だよ。7060、なるほどね。はい、じゃあ、まあ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 、わかりました。物知りなんですね。じゃあ、こっちには、こいつがいるだけだから、さらに上ができたんだね、今回。なんだ、ここは。誰もいないの、ここ。お前、寝てる。あ、ケイシーじゃん。確か、ケイシーだよね。ケイシー、僕の超能力で、君がこの先、友達になるかもしれないポケモンの数を見てあげる。どのゾーンのことが知りたい？あー、これはあれだな。一旦クリアして、全員友達になりたい時とかに、ちょっとケイシーに話しかけて、あとどこにそのポケモンが残ってるかとか、見ながら、見るね。ググ、あー、でもちょっと待って。見えたよ。君がマグマゾーンで、できるかもしれない友達の数は7だ。はい、7しかいないのかも。あ、ビーチの方、ビーチゾーンの方が見える、こっから。ということで、まあ、もし、全クリしたい人はね、俺はどうするかわかんないけど、全クリしたいときは、ケシーに話しかけて、どの友達、そういう木みたいなやつになってんだね。なんかマリオカートにもあったけど、ミュージック、じゃね、なんか、なんちゃらかんちゃらで。俺が持ってるゲームではなくて、動画で見たことあるけど、マリオカートにもあったな、そういう。上を乗った時に音が鳴るやつあったけど、上にポケモンはいないのかな？あれ？この一番上のところはポケモンいねえのか？ただの展望台か。まあ、それはいいんだけども。じゃあまた、ストーンゾーン、あっちがマグマゾーンだろう。で、ストーンゾーンがその右にあるのか。なるほど。ということで、またストーンゾーンに戻りましょう。どうやって降りるんだ、これ。さあ、やってまいりました。見事だ！合言葉を全て揃えたな！ラブ、ピース、レインボー、愛、平和、虹なるほど。なるほど、二次元への愛を見せなきゃいけないんだね。この遺跡を作った者たちは、愛と平和の願いを込めて、疲れ果てを作った。さあ、これで、お前は約束を守った者として。あれ、レインボーは関係ねえの？認められた！先へ進めばいい！はーい！はーい、開きました。じゃあ、うるさい。じゃあ、あっちに行くこともできるし、こっちに行くこともできるということですね。わかりました。ああ、ここってここか。なるほど。なるほど。じゃあ、こっちに行きましょう。落下しないよね。さすが。ああ、鳥。ああ、スバメだっけ、お前。あいつは、あれだから、とりあえずちょっとこっちに話しかけて、あっちあっちあっち。
楽しそう。とりあえずね、早そう。お前たちはやるか勝負しようぜ。お前、あいつやるか、それか。やりましょう。よし、追いかけてくれよ。かわいいな。さあ、行くぞ。オッケー。早くなくね、お前。早くなくね。スピード自信あんじゃねえのかよ。サンダースと友達になった。さあ、バーニーサンダースと友達になりましたよ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。よく見てなかった。なんか始まっちゃったよ、まだ。いや、しない。とりあえず、家。ひっ。怒り方かわいいな、なんか。あとあのでかいやつ。あの上飛んでるやつは確かもう友達になってるはずだから。でかっ！ウィンディ。俺と力比べをしたいのか？ならば、お前を試させてもらおう。ソンゾーンのポケモンを相手に、力比べで5回続けて勝ってこい。ただし、道中でアトラクションに参加したり、ソンゾーンを離れたりしたら認めないぞ。先にこいつに話しかけとけばよかったな。まあ先にアトラクションやっちゃおう。スーパースカイレース、ターゲットを壊して進め。参加には木の芽を40個いただきます。こんにちは。アトラクションの始まりは古く、この遺跡を作った者たちが我々の先祖に伝えたという話もある。プリズムのかけらが必要なのだろう。スーパースカイレース、やっていいか。木の実は40個だ。よし、こっちへ来い。始めるぞ。なんだこれ、スーパースカイレース。スーパースカイレース。ボマンダのスーパースカイレース。空中に浮いているターゲットを壊して進んで高得点を目指せ。オッケー。横に動きたいときは右左に傾ける。上、下に向く。2ボタンで技を出せるぞ。体当たりや2ボタンの技でターゲットを壊すと得点になるぞ。ターゲットは青、赤、金の順番で得点が高い。青、赤、金。ターゲットをたくさん壊してゴールしよう。高得点を目指して頑張ろう。フライゴン、ムクホーク、グライオン。間違えた。ムクホークってのは、あれ？スバメって友達になってねえのか？じゃあ話さねえとな。グライオン。グライオンでやってみるか、そしたら。あら、あ、そっか、フライゴンもまだ友達になってないから、グライオンで。はい、グライオンでよろしいですよ。オッケー。難しいかな。むずそう。おお。オッケー。2ボタンで技だよな。オッケー。オッケー、これで大丈夫かな。なんか、あー、金逃した。まあいいや。はーい、はーい、よくできてんのかな。今前の空飛ぶやつよりだいぶなんか操作性がいい気がするんだよな、これの方が。オッケー、いいのかな今の。ああ、目標言ってないやん。あら、もう一度やらせてください。お願いです。先っちょだけで言っていいですから、もう一度だけ。はい、はい。あら、そんなにできてなかったのか。前回の方がうまくいってたやん。なんか操作がちょっと効かなくなってきてる気がするな。でもあれなんだな、アトラクション失敗してもなんか喜んでくれるんだね。いいね。難しいな。
時々上に動くのね、移動するのが難しい時があるんだよな。あ、オッケーオッケー、14,200。そして目標記録とプレゼント記録が一緒だから今回はクリアできた。よかった今回は結構そんなに前回よりうまくいったっていう感じはしないんだけど、まあ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 できました。3回もやっちゃったよちょっと難しかったな。なんか上に移動するのが難しかったんだよな。なんか時々傾きすぎちゃうのかなんなのかわかんないけど、上に行ってくれなかったりして。無駄のない飛び方だ。よくやった。俺ではないんだけどね。プリズムのかけらを渡そう。あ、プリズムのかけらもらいました。13個目。あと一つやん。やった。こうして番をしていると思うことがある。アトラクションで試されるのはポケモンたちの力ではなく、別の何かではないか。お前を見ていると、その何かがわかりそうな気がするのだが。愛じゃない？さあ、スカイガーデンで。まで、もう一息だ。俺のアトラクションをクリアしたと、わたっこに言えば、遺跡の先へ進めるだろう。ピッカー、ボーマンだと友達になった。わたっこ、ここまでの冒険を記録しましょう。はい。記録しました。ということで、さて、5回連続で勝たなきゃいけないとやらのやつ、ちょっとやってみるか。その前に、スバメとかとも友達になってないし、こいつって本当に友達になってんの？友達だと思ったものが友達じゃなかったりするからな。ちょっと一応確認してみよう。あ、話したことさえないんじゃない？こいつ。向こう！いろんな奴がスカイガーデンを目指してきたぞ！お前ほど輝いてる奴はいなかったの？力比べをしていくか？バトルで勝負だ！はい、勝負しましょう。では、始める！オッケー。とりあえず、ちょっとずつ避けてって、避けるだろう？そう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 。で、ドン！オッケー！これをもう一回やればもう勝てんじゃない？だよね。オッケー。こいつは結構楽だ。で、ドン！オッケー！楽だね。うん！なかなかやるな！このほどまでとは思わなかった！ポケパークの空を飛ぶポケモンの中には、私よりも手強いものがたくさんいるぞ。あ、そうなんだ。へぇ。ムクホークと友達になった。さて、一人目。で、なんだお前、なんかブスな。プテラ、なんかすんごいツラしてんな、お前。飛ぶやつめっちゃいるな。とりあえず、スーパーメン。やったよ。ダメだ。ターゲットをよく見て、素早く技を出せんだぞ。おい。お前の力、試してやる。おい、かけっこしようぜ。はい、おい、かけっこしましょう。俺のスピードについてこれるか？難しそうだな。飛ぶからな。はーい、スバメ。さあ、頑張るぞ。追い越しちゃいそうなんだけど。あ、その、追い越すとカメラワークが悪くなるな。あー、ちょっと。オッケー待ってくれた。めっちゃ待ってくれた今。ミスったのに待ってくれたよ。やった。スバメ、ここくん、やったのもどうだ。友達になろう。スバメと友達になった。さて、これで二人目。ところで、なんかめっちゃ読んでなかったな。ビーチゾーンやストーンゾーンでよく遊んでいる。オッケー。ビーチゾーンにもいたんだっけね、そういえば。あ、クチート。わけあって、警備ゾーンのトロッコを動かないようにしていた。超可愛い。そして、後ろからレイプされないように、ちゃんとガードがあると。なるほど。沢村、マグマゾーンへ行く途中、警備ゾーンの温泉に寄り道している。エレキブル、警備ゾーンに旅立った。得意なアトラクションはなんちゃらかんたら。エレキブル？あれ？警備ゾーンだっけ？俺らがあったの。違った気がするな。ポリゴン Z、LGBT フレンドじゃん。ストーンゾーンで合言葉を教えてくれた。うん。ドーミラー、ストーンゾーンのピラミッドに続く道を見張っている。トゲキッス、ストーンゾーンで合言葉を教えてくれた。ミミロップ、ミミロル姉妹の姉。言い方かわいいな、ミミロル姉妹の姉。ストーンゾーンに冒険に来た。かわいい。王たち、弟は、ストーンゾーンの、姉は、
ストーンゾーン、あ、違う。弟はストーンゾーンを、姉はストーンゾーンの先をそれぞれ見張っている。あ、じゃあストーンゾーンの先ってことはそろそろまた、今度お姉ちゃん女の子の王たちに会うの？やったー！ムクウォーク、ストーンゾーンの見張り役。空を飛ぶアトラクションが好き。イーブイ、ストーンゾーンでよく遊んでいる。ああ。羽根っこ、ストーンゾーンの門番。資格のないものを通さないという約束を守り続けている。サンダース、ストーンゾーンで暮らしている。暮らしてんだね、遊びに来るんじゃなくて。アブソル、ストーンゾーンでアブソルの次々ハードルのアトラクションリーダーをしている。ボーマンダ、ストーンゾーンでボーマンダのスカイレースのアトラクションリーダーをしている。マネネ、ツリーハウスでピカチュウの活躍を教えてくれる。さて、なんか変な面のやつに話しかけましょう。こんにちは。ちょっと。空から、スカイガーで、忍び込もうとするやつ。この俺が追い払ってやるのさ。その顔でな。ちょうど相手を探してたんだ。バトルしないか。やりましょう。それでは始めるぞ。はい。でもライフ3やん、こいつ。さあ、すぐ避けれる攻撃だったらいいけどな。楽だね。ドン。そうやって落ちんのか、お前。じゃあ、もう一回、早く。こうやって、すぐ避けれる。ドン。あ、間違えた。電撃すればよかった。まあいいや。アイアンテールって強えな、結構。ドン。結構弱えな。オッケーオッケー。三人目。お前の技は見事だった。さすがムクホークの友達だな。俺とも友達になろう。おい、友達になりました。プテラと友達になった。さあ、他には、なんか、バトルできそうな、こいつなんだ。あ、サンダースか。あ、なんかもう一人誰か遊びに来てなかった？かわいい。フライゴンがまだ友達になってないとのことなんで、フライゴンに話しかければバトルかなんかできる、させてくれるかな？チェイト、勇気と負けない心を持ったお前ら、きっと、他の者にはたどり着けない場所へも行けるだろう。力比べをしたいといいのか？追いかけっこで勝負だ。よーし、追いかけっこやろうか。よーし、お前ら、力を見せてもらうぞ。はい。さ、びっくりしたよ。で、それちょっと、ひどいよ。OK。結構むずくねえか、こいつ。もう !5 人連続できなかったやん。お前の力では、こんなものではないはずだ。勝ち上げればタックルのタイミングをよく考えろ。世代の広間のポニーだから、ダッシュのテクニックを習うのもいいかもしれないな。それは学んだよ。他のやつらが邪魔。降りてすぐ飛び立つからな、こいつ。無理があるよ。わかったよ。わかったよ。他の奴らで我慢するよ。不安定。あ、まだ友達じゃないんだね。君、ハウスゾーンの子、みんなと仲良しにしてくれたんだって。マキタも友達になろう。力比べしようよ。いいんだけどさ、友達になっても。こいつ弱かったよな。
はい。あれあれなんか5回連続で勝っちゃったぞ。はい。めんどくさかったので、ちょっとめんどくさくなったので全員こいつにしました。全部こいつにしました。いつもね、ちょっとした、ちょっとぐらいはプライドがあって、そのやり方を避けてたんですけど、なんかめんどくさくなったので、はーい、5回連続あいつにしちゃいましたよ。すいませんね。ということで、さあ、お前はもうね、めんどくさいからね、ヤジロンで済ませちゃったぞ。お前とはもう友達になりたくねえ。もういいもん。ということでね、どんどん進めちゃおう。待って進めるんじゃなくて、もう一つのやつに話しかけなきゃいけない。僕らはフライト友達との約束を守るため、この遺跡で探訪しているんだ。バーマンダのアトラクションはクリアしたみたいだね。おっと、待てよ。ここまで来られるかってなかなかないんだ。友達になろうよ。そうそう。スカイファーダーに行きたいんだよね。遺跡がなかったらシェイビル話を考えるといいよ。はーい、またこと友達になった。そうではなくて、違う、相手に話しかけるんだよ、進めるんじゃなくて。こいつ、せめ、おい！おい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 。お前の力がなかなかのものだな。俺と、お絵かけっこしてみるか？はい。それでは始める。強いのかな、こいつは。強いかな。全然じゃねえか。炎のうんこしてるけどさ。やるの！噂の通りだ。何かあったら呼べ。お前の力になろう。はーい。ウィンディと友達になった。フライゴンが難しすぎるだけなんだよ、やっぱり。おいって言うの。ストーンゾーンの先に行く。はい。スカイガーデンにはちょっと今回行く時間ないけど、ストーンゾーンの先ぐらいはちょっと見てみよう。おお！めっちゃ綺麗やん。なるほど。ラブとピースとレインボーですね。あれ？なんかリザードンのなんか綺麗なリザードン、なんか綺麗なジャイアンのなんかリザードン版みたいなやつがいたけど今。お前はいいや。こんな風になってんのね。おい！じゃあ、まあ、ここでも結構、その進めるところがあるみたいだね。あんまり進めるとあれだけど、こいつに話しかけようか迷うけど、いや、ま、話しかけないでおこう。とりあえず、次回、この、フラダンサーみたいな、ちょっと、こいつもまた可愛いな。フラガールに話しかけるところから、次回パート13を始めることにしましょう。ということで、今回、パート12は、これで、終わりにしたいと思います。見てくださった方、ありがとうございました。では、さようなら。